ピーガーが極みオルバス、2ピーガーオラオラキュービー。キュービーオルバスは大体そうですね、7-3ぐらいでキュービー有利ですかね。立ち回りでキュービーが非常に有利なのね。オルバスがですね、ゲージを貯めて泡に入れると、ただそれだけですね。まあ、あとしゃがみショーパンチとかが割と QB の通常技に勝ちやすいので、その辺でこう紛れを起こして画面足を泥仕合に持ち込むと。はい、このテイクがオルバスはなかなか返しづらい。地上ダッシュもテイクに潜られてしまうんです、かられてしまうんですが、おっとコマン投げ画面足、これ落とすことができないとなかなかオルバスは厳しい。さあ、オラオラキュービーが一本だ。ここで、大丈夫です、ハプニングが起きましたが大丈夫です。さあキュービーが終わって、あ、そう、この泡をうまく返した、泡は一発攻撃をキュービーが食らうと消えてしまいます。さあ極みオルバス、こっから泡の連携で持ち込みたいんだが、なかなか厳しい。こかしてこの後の攻めがなかなか難しいですね。キュービーはその動きが非常に速いんで、その辺の対処できるかどうかが、まあ、壁なんですが、起き上がりに EF コマンド投げ、あんまり使わない技でフィニッシュ。アロン、スピーが色を間違えた DD カッチ。さあ開幕の行動に驚いている DD。 さあバズガロン、今回はどんなダンスを見せてくれるのか。パンチ投げ、ダメ足、 DD しのげるか。さあ危ない、反射で狙ってるぞ。 EF リストしっかりご引きと、ペンギン、ペンギン、ペンギン。さあリル落ち着いている、煽りに負けない。青青青青乗っているぞ。おっとビースト当たる、危ないぞ。一本取られそうな DD、 しのげるか。さあ逆に詰めろ DD。 おっと削り狙いが失敗、斜め上2回、クオリティが斜め上です、すごいです。さあバターン、バズガロン、まとめパンチ投げ、ドラゴンキャノン削れません。さあどうだ、いやここでやっと1本奪ったの DD。 さあこっから投げ足、うまく逃げた。あ、勝ちガロン戦にしては珍しい直線、先に突破口を乱すのはどっちか。ショートラッシュ決まってワンチャン、ここ大事、バズ逃げる、ダメ押し。さあこれはバズの条件が、おっとバズパンチ漏れた。イエスビスト召喚で返す、うまい、ダメ押しどうだ DD。 ここは焦って勝負に行けません。イエスビスト見えている DD、 ここで当たる。さあ残り時間少なくなってきて、最後は空中戦の競り合いから着地に下段。